韓国で飲酒運転ですって。さすがにまずいわね。まずいっていうか、過去にも問題起こしてるし、やっぱりなーって感じだなー。そうなの？今回は韓国で飲酒運転、日本でも問題を起こした国本貴弘を見ていくぜ。戦だ。はい。そもそも国本自体知らない人も多いと思うので、簡単に説明と、今回の不祥事までの流れを見ていこう。国本貴弘は1997年10月8日生まれの現在24歳だ。若いのね。ポジションはフォワードで、福岡県出身。2013年より浦和レッズユースに入る。トップチームの練習にも参加し、同年に行われた天皇杯3回戦で、途中出場から得点を決めたことで、この時の公式戦最年少出場、得点を記録した。将来有望ね。しかし、ここで、1回目の不祥事を起こして、しまいます。1回目ですか。なんで余計なことするかな。記念すべき1回目の不祥事となったが、この1回ならまあ、若さで済むかもだが。嫌な記念ね。そしてその感じだとまた不祥事起こすのね。残念ながらそうなる。この不祥事などを理由に浦和ユースを退団、その後に救いの手を差し伸べたのが、アビスパ福岡だった。その後、J2 第9節でデビュー。2016年には、J1 の舞台で戦うことになり、このシーズンは20試合に出場した。天皇杯では2試合で3得点を記録。これからに期待がかかった。もう結末がわかってるのがなんとも。その通りで、2017年に契約条項に違反する秩序風情を乱す行為があったとして、アビスパ福岡との契約解除が発表された。これさ、2回目はちょっと、当然の反応だな。このことから、J リーグからの声はかからず、しばらく無所属が続いた。1回目はまあ、だけど、2回も不祥事を起こす選手を獲得できないわよね。しかし、それでも救いの手を差し伸べてくれるチームがいた。韓国系リーグのキョンナム FC だ。次は韓国でのキャリアを見ていく。これだけ、救いの手を差し伸べてくれる。のはありがたいことですよね。そこに気づけるかどうか、それが返し、できるかの分かれ道なんだろうね。結末知ってるからさ、なんかね。しかも今度は韓国でも迷惑をかけることになるからな。笑えない。2018年より韓国系リーグのキョンナム FC に加入。このチームでは63試合で7得点と活躍したが、2019年にクラブは降格となってしまった。あれ？不祥事は？なんと不祥事はありませんでした。そんなことがあり得るのか。いや、でも人はいろいろな経験をして成長するものだから。国本も心を入れ替えたのよ。お前はまんじゅうよしだな。え？降格したことで2020年から K リーグ王者のチョンブクヨンでモータースに移籍した。K リーグ王者に移籍できるってすごいわね。それだけすごい活躍をしていたから、当たり前。だからこそもったいない。日本代表入りの噂まで出るほどだった。しかし、過去の不祥事を知る人からは大ブーイングだったがな。不祥事起こす人を日本代表には選べないものね。国本はこのチームの中心となり、K リーグのミッドフィルダー部門のベスト11にも選ばれた。そしてついにあの問題を起こすのね。3回目の不祥事を起こしました。なんで毎回結果出してる時に余計なことするのよ。しかも今回はまずい。今までは秩序だったが、法に触れてしまった。2022年7月8日未明に飲酒運転で警察に摘発された。これさすがにダメでしょ。クラブはどういう対応を取ったの？まず、韓国プロサッカー連盟が暫定的に60日の活動停止処分を課した。活動停止期間は最大90日まで延ばせるようで、さらに長くなる可能性がある。そしてあくまで暫定的な措置で、さらなる厳罰になる可能性がある。当たり前よね。そしてこの飲酒運転の不祥事を機に、クラブ内外から批判が上がっていて、国本が以前からチーム内でトラブルを起こしていたことも判明してしまった。最悪だ。やっぱり変わってなかったのね。これらのことから、厳罰どころか解雇になる可能性が出てきた。一般社会なら即解雇よこれ。いつも思うけどサッカー界は飲酒運転に甘すぎない？飲酒運転に限らず、基本的に甘いな。おそらく今回は解雇になるだろう。そしたら国本はもうサッカー選手自体からの引退も考える必要が出てくるだろう。これだけ多くの人に助けてもらったのに。感謝こそしても、その人たちに迷惑かけるのは。今のうちに高評価とチャンネル登録。お願いします。ミリアル、君も学んだね。ええ。だけど、今回の件で、皆さんがどう思ったか。気軽にコメ欄に書いてもらうように促さないと。そういえばそうでした。この未熟者目が結局こうなるんですね。わあ。とにかく周りの人への感謝は忘れないようにしないとね。そう、国本は最悪な結果になったが、人事じゃない。私たちも常に感謝の気持ちを持たないと取り返しのつかないことになるかもしれない。いつの間にかやってもらって当たり前とかって思いがちだものね。それでは私たちも感謝の気持ちを述べて終わりましょう。
いつもご視聴ありがとうございます。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。